ドンミッシー、はるか、ことね、まほ、私たちはチェゴでーす。はい、というわけで本日も大人気企画、真の顔で紹介。これ大好き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 。というわけで本日はですね、秋服コーデを5着とレッスン着を2着、そしてね、リクエストで結構いただいてた、やってほしい男子コーデを紹介してほしいということで、それぞれ好みの男性服コーデを1着紹介していきたいと思います。はい、それでは最後まで見てね。レッツレゴー。1着目、はい、はるかはまずデニムの袖なしベストです。かわいい。かわいくない。こういう服を、すごく欲しかったんですけど、ちょっと買う勇気がなかったので、そうなの？そう、ほんとはなんか、第1回紹介した時からやりたかったんだけど、なんか似合うかわかんなくて挑戦してなかったんだけど、今日は挑戦してみました。めっちゃ似合ってるよ。そう、しかもオーバーサイズだし、この色がさ、めったにない感じの色だから超いいの。中に長袖も着れるからね。そう。冬もなんか、秋と冬は絶対着れます。で、T シャツはこんな感じ。こちらプリントしてあるけど、シール感はないです。ね、反射しないね、全然。サイズはこんな感じ、ちょうどいい。うん、で、下のパンツは、これ折って、あー、こうやってできるんだけど、ツーウェイだ。そう、はるかはちょっと長めがいいので、折らないでやりました。別にはで、ウエストはこんな感じ。ちょっとだけ、でかい。ベルトとかね、そう、そう、こういう感じです。上とズボンがいい感じにマッチして。そう、これ別々の売りだったんだけど、色がマッチしてます。かわいい。靴は白で、ちょっとカジュアルっぽい、動きやすい靴です。靴のさ、この縦のシャーシャーシャーっていうのがおしゃれ。そう、なんか足長く見えない。うん、踊りやすいのでダンスで絶対使います。確かに。続いては私のコーデです。こちら、あれ、女の子がいる。次はこの、なんだっけ名前、どれ、タクトップ、キャミソール、キャミソール、いや、なんだこれ、タクトップ、タクトップ、この中の女の子たちで言う。続いて、この中の女の子たちでーす。かわいいんだよ、これめっちゃ。来たよ、女の子。まず女の子たちじゃなくて、女の子。そう、女の子一人です。今回は秋コーデということで、レッスン着でも使えそうなロンティーをちょっと選んでみました。で、なんか赤のロゴっていうのがちょっとなんか秋っぽくて、かわいい。いいなって思って。で、あと、生地感がやばい。もう過去で一番好き、この生地感。おー、ここ触って、ここ、気持ちいい。やばくない？魔法。今まで出会った、数々のロンティーの中で、この生地が一番好きってくらい好きです。これは S サイズなんですけど、ピタッと着たい方は、こういう感じで。まあ、M とか L とかあったので、もうちょっとゆとりがある風に着たい人は、もう一個上のサイズを選んだらいいと思います。続いて、迷彩のカーゴパンツです。まあ、結構ハイウエストになってて、ここに、なんだっけ、ポケット。ここにポケットがあります。で、このポケットはね、本当のポケットだし、なんか、生地感がちょっと、過去一好き。今回、生地感いい。え、生地感やばいな、そう思う、今日。しっかりしてる。そう、試着した時に、全部、生地が最高って感じ。リピートめっちゃするだろうなっていう。こんなに分厚い、いい感じのズボンに出会いました。超可愛いです。はい、そしてピアスをつけているんですけど、ジュジュジュー、こんな大量セットになってるやつです。この間もう一個開けたんですけど、そこにもこうやってつけれる、こういうつぶつぶたちもついてるので、すごいお得です。これはしかもめっちゃ安いから、みんなぜひ買ってみてください。こういう感じでゴージャスにつけれると思います。イエーイ。続いてはこちらの茶色い厚底のブーツです。すごっ、やばいよね、これ。すっごい厚底だった。想像以上の厚底。すー、やばいよね。めっちゃアメリカンみたいな。ね。なんか、言葉つくない？ステーキに見えてきた。みんな食べ物に入れすぎ。結構これすっごい高いんですけど、まあ、それなりに歩きやすいので、まあ、身長盛りたい方とかは、すごくおすすめです。はい、1着目のことねのコーデは、こんな感じになってまーす。めっちゃ秋。ね。そうなんです。めっちゃいい。腕は、こんな感じのシャツになってまーす。ねえ、これはね、しょぼしょぼした生地感なんだけど。さ、みんな語彙力なくなっ
なってない？ワホに釣られてる。お手玉みたいな生地感なんだけど。わかるかも。ね。ね。めっちゃ目で見えてるからわかるけど。それが秋っぽくてめっちゃ可愛い。で、なんかデザインも可愛くて、まだちょっと暑かったりもするじゃん、10月ってまだ。そんな時にさらっと着れるような感じですね。めっちゃ可愛い。私 M にしたんだけど、もうちょっとピチッと着たい方は S でもいいかも。そしてスカートはこちらでーす。かわいい。かわいい。フリルがたくさん、プリーツがついてて、めっちゃいい。このなんか軽めな生地感だから、ちょっとした時にすぐファッファッってなってくれるから、うん、それがめっちゃかわいいなって思う。この色のベルトがついてるんですよ。はい、あとはメガネをちょっとつけてみました。はい、でこちらはメガネです。琴音がこの前メガネをすごいつけてて可愛くて、はるかもメガネつけたいなって思って。あー、確かに水色のやつだよ ね。確かにそうかもしれない。今ねブーツの色がこういう感じの色なんで、可愛い、超可愛い。そう、同じ色味のメガネをつけてみました。はい、続いてはブーツでーす。この色のね、ブーツ持ってなくて、秋にはやっぱね、黒いブーツもいいけど、こういうベージュっぽいようなブーツもめちゃめちゃ使えるので、ぜひおすすめです。で、これもね、厚底なんだけど、全体的に厚底になってて、めっちゃ履きやすい。全然疲れないブーツ。これで長時間歩いても絶対疲れないと思います。2択でーす。はるかはこちらのデカデカトップスです。おー、似合う、かわいい。髪の毛を白っぽくしたのでどうですか。ポッケもあって首元まであるんだけど、この首元のでかい感じがめっちゃアニメっぽくていいなと思う。確かに、このこれこの人シャケって言わせたいんだろう。そう、ポッケもいい感じじゃない？うん、めっちゃかわいい。いや、普通に生地感も良くない？そう、生地感もちゃんとあったかい生地だし伸びるしみたいな感じ。スカートがこういう感じで、ハーフパンツだけどスカートが見える形なの。かわいい。こういう感じ。なんか楽そう。ね、そう、楽なの。便利そうに。ちゃんとウエストもキュッてなってて、ゴムが入っててウエストもキュッてなるので、痩せて見えると思います。で、靴はクリーム色の布のブーツです。かわいい。かわいい。これね、めっちゃ動きやすいよ。そう。しかもなんか布のブーツってさ、うん、秋冬っぽいじゃん。完全にそうだね。そう。で、しかも、この色がかわいいの。ね、ベージュっぽい感じで。そう。ぜひ、履いてみてね。はい、魔法の2着目のコーデはこちらでーす。え、かわいい。え、これ上手くない？ニットかわいい。上手くない？まずこれ見た時にもう超一目惚れして、これね、チャックもついてて、こういう感じでね。着られます。めっちゃ可愛い。え、やばくない？超可愛くない？しかも首元が詰まってないから、ニットで分厚いけどスッキリして見えるんですよね。首が出てるので、生地感もボヨーンってしてる感じ。あの、マーが好きなやつです。いや、普通にニットしっかりしてる。でもね、しっかりしてるね、うん、この秋はいっぱい着ようと思います。そして今度はこの中はチューブトップを着ています。で、ここが絞れるんですよ、キュッて。反対もで、ここに紐がないので結構ここが出るのでセクシーな感じで着れると思います。でも白だと結構透け感があるので、その中は注意してください。そしてこのスカートでーす。かわいい。かわいい。ちょっと色は夏っぽいかなと思ったんだけど、このコーデになんかあえて濃くないやつを持ってくるのがちょっとかわいいなと思って選びました。で、下もこれシャーシャーってなってて、この辺にダメージ入ってるのかわいいね。かわいいよね、このダメージがすごいお気に入りです。はい、以上です。はい、というわけで2着目、じゃじゃーん、かわいい中華。中華いや、そうなんですよ、中華のニットバージョンが出たんです。ありがとうございます。これさ、マジでデザインもめっちゃかわいくない、うん、このタイダイ柄の感じもめっちゃオシャレで可愛いし、アクセントのね、この中華の感じが、え、めっちゃ可愛い、本当に。可愛いから、まず、子供のためのもので。そうです。生地感もね、しっかりしてるニット。めっちゃ安いのにこんなにしっかりして、形も可愛くて、うん、デザイン性もあるのは本当にすごいなと思う。チン、天才。チン、天才。パンツはこういうパンツですね。うん、まあ、
よくありがちと言いますか、皆さんがよく一本は絶対に持った方がいいパンツとなっております。でね、この形のなんかこういう系のパンツ C に結構売ってるんだけど、これはね、こう当たりかなって思う。こういう種類の中でもなんでかっていうと、普通に生地感もねマジでしっかりしてる。全然ペラペラじゃない、めっちゃ重すぎるね。確かにシルエットがめっちゃ綺麗。そう、あと重すぎず軽すぎず、軽いよりの重い生地感だから、このなんかステンとしたデロット感がね演出できるの。それがめっちゃ秋っぽくて可愛いし、本当にこれはおすすめ。うち絶対リピートします。さーん、3着目。はい、はるかは洋服コーデでーす。可愛い。まず茶色のパーカーなんだけど、可愛くない？ピンク、何？魚肉ソーセージの色と茶色のパーカーです。パーカーは軽くダボっと着たいので一番大きいサイズにしました。フードもついてる。ほら、こういう感じです。はるかがさ、茶色って珍しいですけど、普通に似合ってて可愛い。そう、最近茶色好きなんだよ。おっ、おっと、茶色。秋にしか見れないはるかですよ。茶色に踏み込む。で、T シャツ、中は T シャツなんですけど、可愛い女の子のプリントがされている T シャツで、サイズはこんな感じ。超でかい。あのさ、腕のところが肘より下なのがいい。そう、それがはるか好きだから。あー、はいはいはい。なんかこだわりのね、そうサイズ感ね。そう、はるかのこだわりのサイズ感で、下のスカートはこんな感じで、形が結構しっかりしてるのと、あとクロスカートって何でも合わせやすいので、すごくこの形おすすめです。で、下はネックウォーマーです。かわいい。かわいい、超似合う。え、チャックの部分三角になってるね。ほんとそうそうそう。で、シューズがさっきのメッシュのやつ覚えてますか？あ、あの布のやつね。はい、と、色違いのシューズです。ここの部分があの布なのですごく柔らかくて、あの動きやすいです。あ、だから普通に踊りやすいし歩きやすいし、いい感じです。めっちゃ可愛い。はい、私の3着目はこちらです。可愛い。可愛いでしょ。すげえ。いやいやいや、こういうの流行ってない？なんかさ、ポアしてさ、腕みたいな。ポアと腕めっちゃ流行ってる。そう、ポアと腕。そう、なんかね、おすすめのとこにすごい出てきたから。そうなんだ。マジでタイトって感じ。だからお腹が出ちゃうのにちょっと気をつけて、ご飯を食べるときは。なんかバッチみたいな、何でしょうか。そう、ここにバッチみたいなのがあるんですけど、これなんて書いてあるのか。魔法ダメだろ。何でやってるの。ここにアクセントがあって、なんかちょっと韓国っぽいかなって感じです。はいはい、これはすごいモフモフのアームウォーマーでーす。存在感やばい。存在感やばくない？なんかここにね、ゴムがついてて、これでパッチンとかになるみたいな。なんかもうさ、ダンスカバーでなんかこれ使いたいなと思ってた。確かに。うちらが中学生ぐらいの頃さ、こんなようなやつをキーホルダーあったよね。あった。あとこういうやつもあった。こういう尻尾みたいな。お土産用とかさ。確かに。今しか着れないじゃん、うん、こういうのって。着たいものとか挑戦しようと思って。あとは靴です。こちら、パールとなんかチェーンがここについてる。かわいい。ね、かわいいよね。履き心地は、すごい履きやすいです。型がしっかりしてるから。確かに。で、3着目のワシのコーデは、こんな感じだよ。かわいい。なんかこういう感じのモワモワのベスト、すっごい欲しいなと思って、いろんなのがあったんですけど、グレーが最近かわいいかなと思って、グレーにしました。で、本当になんか素材もめっちゃしっかりしてる。全然薄い感じじゃなくて、いい感じの分厚さだからすごいおしゃれ。で、フードもついてるんですけど、フードめっちゃ深いです。なんかちょっと宇宙。かわいい。中はトレーナーでーす。マジでこの形のトレーナー良くない？うん、絶対それめっちゃ着るよ。確かに。間違いない。腕がしっかりキューってなってるの超可愛いなと思うし、デザインも刺繍なんですよ、クリットじゃなくて。安いのにちゃんと刺繍なのがめっちゃいいなと思う。パンツはこちらでーす。ハーフパンツ。いや、もう形めっちゃ可愛くない？可愛い。普通になんかさ、おしゃれなお店とかで売ってるような形。マジで形文句なし。ストライプのデザインでーす。で、これね、白じゃなくてちょっと茶色っぽいデザインがおしゃれだなって思う。それに、先ほどのブーツを合わせて上がダボしたらしいっていう、ちょっとストリートコーデを目指しました。可愛い。あのポーズがやるしなかなかないよ。4着目。
そう、2人が言ってくれたから今回も挑戦したなと思って、うん、でやっぱ秋といえばこの赤チェックじゃないって思うし、ね、この襟の部分だけ黒くなってて後ろに紐がついてるので、うん、ウエストアップル調整ってね、そうできます。ここに全部ボタンがついてるのでこれを開いて縫うことができます。いや知ってるわ。生地感も結構しっかりちゃんとしててこういう感じで、青と赤のチェックの色味が可愛いので、はい、マホの4着目はこちらです。おー、さすがやっぱ秋といえば茶色ということで、マホ茶色ね、もともとすごい大好きだから、うん、この季節もすごい大好きなんですけど、まずはこちらトップスですね、また腕がしらしらとしてまして、生地感はすっごい結構薄めのニットで、形はまあショート丈で、ここにリボンがついてて、この腕がピラーンってしてる感じです。でショート丈なのですごいスタイルがよく見えますね。オンバット？はぁ、はい、続いてはこちらのフレアパンツですね。ハイウエストのこのまたこのね、色がねすごい茶色ってところがめちゃくちゃ秋を醸し出しているのではないかと思います。生地感はいい感じ。え、めっちゃいいよ、ね、しかも伸びるんだよ。すっごい伸びるから、まあ、違う色も欲しいなって思っております。そのタイプで伸びるのめっちゃいいね。え、めっちゃいいよ。ただね、ここがやっぱすっごい長いのよ、下が。だから結構厚底を履いたり折ったりして工夫して履いた方がいいと思います。以上です。じゃーん、セットアップです。あー、緑コトネ。そうで、形は首元がハイネックになってないけど、ちょっとこうチュッてなってる首元でおしゃれです、うん、でこのデザイン性も高くて可愛いなって思う、こういう感じのデザインです。ニットはね、薄めのニットなんで、まだちょっと暑いよっていう時はさらっと着れる感じかなって思います。着回しとして厚底のブーツとメガネでやぼった感を消す、エレガントさをということで、表参道でも歩けるんじゃないみたいな。現在歩けるんじゃない。あ、それ山田感じゃない。そう。え、知らないの？知らん。野原の野にくれくれみたいな。あー、見たことある感じは。田舎っぽい。ハルトの方は一つまた言葉を学んだ。やぼった。やぼった感メジャーで使うから、ね。マジ初めて聞いた。おカバンはこんな感じのバッグでーす。かわいい。かわいいよね。使いやすいね、それ。そう。最近ここが短めのバッグをこうやってやってるのも流行ってたけど、なんか長めもいいなみたいな感じ。うん、中は鬼入る。しかも結構ガバって開くの。すっごい開くよ。お前の口から開くよ。で、そうだからめっちゃ入るし、奥もこうすぐ取れるから、今日もこれできました。実は確かに強かった。ヘッドボトルも入る。おー、いいね、めっちゃいいね、です。さあ、5着目ラスト。はい、はるかはカーディガンコーデです。かわいい。この白のカーディガンめっちゃかわいくない？めっちゃかわいい。サイズはやっぱり大きめのサイズが良かったので、やっぱさ、でかいサイズ似合うね、はるか、うん、でかいわ、マジで。上の服はでかいサイズがね、やっぱかわいいんだよ。デザインはなんか黒い糸でこう縫ってあるみたいな感じ、ベビーベアみたい。そうそう、生地感はすごく厚くて冬絶対暖かいって思います。で、中の服はさっきの T シャツとスカート地が、着回ししてるのね。そう、かわいい。え、全然わかんなかった。マジ、ね、この白のカーディガンは絶対中に着る服に合わせやすいと思うので、いろんな組み合わせができると思います。以上。はい、マホのラスト私服5着目はこちらでーす。かわいい。めっちゃかわいくない？かわいい。超秋って感じのジャケットコーデでーす。ボタンの感じとかもね、なんかすごい茶色でかわいらしいし、この腕のところにもね、こうやってボタンがたくさんついてるので、すごいおしゃれ感を出してくれるジャケットになってます。ただ、またポッケついてないのでうちは注意してください。MC みたいな。でもすごくこれサイズ感もぴったりでお気に入りです。中こちらがタンクトップなんですけど、結構ゆとりがあるタンクトップです、スマホにしては。本当だ、珍しい。そう、
なんかたまには着てみたいなと思って選んでみました。でこれはね、なんかね、魔法もわかんないのよ、これ何の絵なのか。版画みたいな。マジでわかんないの、これ。魔法的には予想ね、SOS でドクロ。違う、はるかは多分、臓器だと思うんだよね。わかる？いいの絵ってこと、うん、まあ、この版画のタンクトップ。でもなんか、おしゃれじゃない？普通に。こういう感じ。そして、スカート。で、このスカートはね、すごいこの生地ね、伸びるの。だからね、たくさん食べても大丈夫。で、可愛いのが、このなんか、耳みたいな、空きがついてます、このスカートには。それが、珍しいなんかデザインな感じで、すごいお気に入りです。で、ここにチャックがついてます。違いました。後ろにチャックがついてます。はい、そして実はですね、シーン最近コスメが出まして、私はチークとハイライトがついてるコスメ。おー。私ハイライト大好きなんでね。でてーこんな感じでーす。かわいい、超かわいいよ、ほら。かわいい、やばくない？しかもさ、これ持ち運びもさ、できるサイズじゃん。チークとハイライト2つあるし、多分アイシャドウにもワンチャンできる感じの、チーク&ハイライトになってます。確かに一緒になってるの便利だね。でしょ今ね、つけてるんだけど、なんか、そう、つけてる。なんか、オレンジっぽい、ピンクっぽい、なんか、ピーチ感がある感じですね。ハイライトもつけてるんだけど、こう、ツヤーってしてるの分かるかな。そう。かわいい。ね、かわいいよね。これめっちゃおすすめです。手につけてみるとこんな感じです。発色もね、結構いいのよ。そう、ハイライトもピンク白で。チークもオレンジピンク。やばい、めっちゃ手触れる。すごい。イエベ春はめっちゃ似合うと思います。愛用していきたいと思います。はい。そして私のラストコーデは、アイドルの空間ファッションコーデでーす。わーで、下は同じさっきのパンツで、上がブラウスです。で、形めっちゃ可愛いの。肩がポワーってしてて。で、ここにも毛みたいなのがふさふさ生えてて、めっちゃ可愛い。わかるよ、そうだよ。帽子はこちらです。本当にね、マジですっぴんでも隠せるぐらいの深さ。で、これもね、毛がめっちゃ生えてて超可愛いです。で、あとね、私もメイクを使ってみてます。そう。まずね、アイシャドウなんだけど、今使ってるやつ全部これでやってみたんだけど、見えるかな？結構本当にね、アイシャドウもめっちゃ発色良くて、で、まずはね、ベースをこれでやって、目頭と目尻に濃いやつをつけて、あとはこっちですね。こっち用のラメを、このラメがめっちゃ可愛いの。ラメをつけて、で、涙袋にこれをやって、この本当に4色を全部使ったアイシャドウメイクやってみました。これマジで可愛くて、なんか Y2K ファッションに超合うようなメイクなの。マジでおすすめです。なんか抜け感っていうの、なんかいい感じに Y2K を表現できてる気がしてめっちゃ好きです。で、あと今ね、リップもつけてるんですけど、やっぱ秋ということで、ベージュっぽいような色味欲しいなと思って。しかもこれね、なんかうるつや感をね、出してくれてて、女性らしい口元を表現できるリップになってます。マジで、これもおすすめ。ダダーン！レッスン着一着目！はい、ということで、はるかはセットアップのレッスン着にしました。うん、珍しいね、色が。で、背中は茶色の文字で書いてあります。かわいい、アピッポ。めっちゃかわいい！パーカーのサイズ感はすごくいいんですけど、ズボンがゴムがついてないのですごくめちゃめちゃですどっちを取るかね。そうだね。でもはるかズボンの丈もやっぱデボデボ、うん、デボ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 ダボダボが好きだから、ウエストは最悪こうやって折ればいいじゃん。折るかゴムか、ね、で袖の感じもこんな感じで裏起毛なってるので冬たくさん着れると思います。でレッスン着じゃなくても普通に普段着としてパーカー着るのもいいですね。コーデ組まなくてもセットアップになってるので超楽です。はい、私のレッスン着1着目はこちらです。こちらのセットアップです。やばくない？マジでスタイルよく見える。でもそれだそれだ。この色合いが
マジで秋。私ほんとこういう色がちょっと最近好みで、めちゃくちゃのタイプのセットアップに出会えたなと思って、すごく嬉しいです。生地感はね、まあ見てわかる通りベロアなんですけど、ちょっと光沢感もあってすごくいいです。普通にしっかりしてるね。普通にしっかりしてるの。そう、マジで。下はマホの好きなフレアパンツのお裾がしおーって伸びてる感じになってます。なんかアメリカの、そうかわいい。ほんとちょっと海外セレブです。イエーイ、これ超お気に入りです。はい、そしてたまたま私も茶色なんですよ。茶色も私正義全然持ってなくて、茶色っておしゃれだからいいなって思います。でやっぱね、これ腕だけ色がついてる色で、黒持ってるんですけど、茶色いいなと思って。そう、いろんな色あったんですけど、で生地感もねめっちゃいい。超なんか麺って感じの生地感だから、なんか変な生地だからめっちゃいい。スウェットこんな感じです。かわいい、いいね。そう、マジ形かわいい。かわいいし、これも生地感でしっかりしてて分厚くて、で中裏起毛です。で前にこう縦線があって、後ろのここにも縦線があるので、どっちもかわいいなと思って。かわいい、かわいい、ワンポイントかなって感じです。で靴は、じゃあ厚底のね靴持ってなかったから欲しいなと思って、こちら履いてみました。意外と厚底だけど歩きやすいし、このかかともね、なんかかかってるやつがかわいいなと思って、1個あると便利です。レッスン行くんだよ、寝のチョコボール。はい、ということでラストはグレーコーデです。それマジでかわいい。このパーカーマジでかわいい。やばい、かわいい。なんかフードの部分が青くなってて、うん、でここにおそらく AB って書いてあるんですよ、うん、ではるか AB 型だから、何型ですかってやった時に答えなくてもいいようにこれを買いました。でフードの形もすごいしっかりしてるので、パンツはグレーのパンツにしました。ここにちゃんと調節できる紐があるので、うん、裾問題は問題はないです。でやっぱスウェットってダボダボしてるのが可愛いじゃん。わかるわかる、可愛いよね。なんか今までは夏だったからちょっとあまりダボダボしたくないなと思ったんですけど、うん、冬とか秋とかってダボダボさせてダボだと思うので、それがすごい可愛いなって思います、うん、イエーイこちらです。可愛いバタフライ、バタフライ。ここにね、文字が書いてあって、すごくデザインに惚れて、こちらは。これはね、まあニット素材なんで、すごい冬にも便利かなと思います。レッスン着以外でも使えそうな感じです。そうだね、私服でも使えそう。そう、かわいい。インナーは、首がこういう風にまたこうやって引っ掛けるやつです。これもちょっと海外っぽくて好きなので、こういう形を選びました。結構丈は短いので、こういう毛系が好きな人はすごくいいと思います。はい。この下のスウェット、めちゃめちゃお気に入りです。そういうのほんと便利だよね。え、やばい、こういうのってさ、マジ何でも合うじゃん。うん。だから、ちょっと1個くらい持ってたら、みんなも大活躍すると思うので、ぜひ買ってみてください。で、ポッケもなんかすごい深いんだよね。で、生地感は、なんかこの生地感ちょっと不思議なんだよね、それ触ってみて。おー。なんて言えばいいのかわかんないけど。本当だ。なんだろう、メッシュ？これなんかちょっとメッシュスウェット生地みたいな。ね。そう、超可愛い。で、ここにね、線がこうやって斜めでこうやって入ってるんだけど、それがすごいおしゃれで可愛いです。私服でも使えそう。そうね。以上でーす。なんかある。これはね、携帯をこうパカッとはめたら、いつでもどこでもダンスの動きを撮影できるスタンドになってまーす、めっちゃいいね。いいよね、うん、なんかさ、三脚ってさ、だるいやん。いや、めっちゃわかるね、その気持ち。しかも、縦バージョンもできるの。すごい。で、めっちゃ伸びる。本当だ、本当だ、めっちゃ伸びる。伸びて、こうやってできるから、まあ、TikTok も撮影できるよっていう感じ。あ、本当だ。TikTok 撮影できるよ、みたいな。いいね。で、まあ、これも閉じれるから、自撮り棒にもなるよ、みたいな。すごい。こういうやつマジ2000円ぐらいいくやん、普通に。だけど、これこの値段で買えるから、この値段でこんなに便利なやつ、絶
対買えないほかじゃん。超いいです。緑コーデですね。おー、いいね。ボーイッシュで可愛い。そうね、これそう、生地感も超いい感じの生地感で、形もねベイクな形で可愛いです。可愛い。で、中 T シャツ、いいね、可愛い。そう、形可愛くない？めっちゃ可愛い。デザインもめっちゃ可愛い。ロス、これを見てロスを思い出します。ラスベガスじゃない？あ、ラスベガス。で、パンツ、緑のスウェット。可愛い、めっちゃ可愛い。で、下はカリフォルニアということで、合わせろ。あと、アメリカ大好き人間になりました。ラスト、メンズコーデ。はい、ということで、はるかが男の子に着てほしい服の感じはこういう感じです。あー、なるほどね。結構チャラめだね。ね、いや、なんかチャラ…チャラめなのこれ。チャラめだよ、チャラめ。だってベロだもん。え、これちゃんとあのメンズのところから選びました？え、うん。え、そうなの？メンズも選んで。そうなの？ということで、私はレディースの中から選んでしまったんですけど、パーカーがこういう感じ、うん、なんかはるか結構男の人にはストリート系の服を着てほしいなと思って、うん、はるかもストリート系の服を着るのでお揃いみたいな感じ、うん、双子コーデみたいなやつをしてみたい。なるほどね。双子コーデってさ、友達やん。最近ね、カップルコーデみたいな。そう、友達やん。で、それでパーカーはこういう感じでデザインめっちゃ可愛いの。で、中はラグラン T シャツです。で、プリントはこんな感じで貼り付け感は全然ないです。で、すごく伸びやすいのでダンスとかにも使えると思います。で、パンツはダボっとしてる黒のデニムなんですけど、ウエストが調節できるのとベルトも使えるのでウエストは問題ないと思います。生地感はすごくしっかりしていて普通のデニムっていう感じです。以上。はい、私がボーイフレンドに着てほしいお洋服はこれでーす。意外。違う、秋だからさ、もう今回秋とか冬とかを意識してるから結構こういう感じがいいなと思っております。普段は結構ストレート着てほしいタイプなんだけど、キャップとかね、うん、でもなんかたまにこういうの着てくるとマジでドキッとするやん。あ、確かに。そう、だからそれをちょっと今回は意識してこういう感じのコーデにしてみました。で、これね、めちゃくちゃいいよ、素材。これマジでメンズ買った方がいいよ。え、すごい素材いいよ。気持ちいいし、ビヨーンって伸びるし、ここにボタンつけるとこもあるし、かわいい。中は大きい T シャツです。もうメンズはまあシンプルがいいじゃん。シンプル、シンプルイズベストみたいな。はい、で、こちらグレーのカーゴパンツです。めっちゃかわいいんだよ、これ。かわいいね。かわいい、グレーってとこがいい。あえてのダンスとかに使えそう。え、だよね。なんか普通にメンズじゃなくてモホが使うよ。当たり前。ね、これのコーデポイントはここにグレーあるじゃん。だからこれもグレーにしてしました。感じ。ちなみに、あの靴も履いてます。どうですか？メンズに可愛いのも履いてほしい。はい。そして、こちらのシルバーの、こちらネックレスですね。やっぱさ、コーデのワンポイントになるじゃん、こういうの。男の子がつけてたら。何のお洋服にも合うし、結構いいと思います。はい。ということで、私が男の子に着てほしいファッションはこんな感じでーす。すごい真面目じゃない？ね、そうね。でね、このニットもね、さらっと着れるような生地感で、で、これはね、あの、ただの自分の家から引っ張ってきたやつなんですけど、なんか襟ついてる人がいいな、みたいな感じです。で、ズボンはね、なんか生地感はね、冬によくあるじゃん、こういう生地。コーディロイ？あ、はいはい。あ、コーディロイっていうの？コーディロイ系の生地感で、こういうダボっとした感じ。で、なんかちょっとおしゃれさをアップさせました。ただの真面目というかおしゃれさもあるよみたいな感じのファッションになってます。で、まあメガネもなんかおしゃれだなと思ってこれもちょっとチョイスしたんですけど、なんかこの縁がね太くないのがおしゃれだなって思ってつけてみました。はい、というわけで全てのファッションコーデ紹介し終わりました。はい、というわけで他にも秋冬たくさん出ておりますのでぜひチェックしてみてください。はい。で、いいなと思ったファッションとか、あと他にも見てみたいな、他にも購入したいなっていう方いらっしゃいましたら、しんさんありがとうございます。皆さんのためにクーポンコードを用意していただくので、ぜひそちらから購入してください。はい、概要欄に詳細載ってます。
私たちがさっき紹介したようにメイク道具とか生活用品、小物、雑貨も他にもたくさんあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。インスタのフォローもお願いします。お願いします。インスタのフォローじゃない、あ、そうだインスタだけやあと SNS のフォローお願いします。お願いします。ということで以上チェゴでした。バイバーイ。11月6日、チェゴサンリオピューロランドでワンマンライブ開催決定しました。イエーイ。チケットは概要欄から飛べます。サンリオのキャラクターたちと一緒に出演するので